ツインレイにはサイレント期間と呼ばれる、お互いに離れ離れになり、連絡が途絶える時期がやってきます。この期間は、相手と会えない寂しさや、不安から解放されることが待ち遠しいものです。しかし、終わりが見えないために、不安やネガティブな感情が募ることもあります。安心してください。ツインレイのサイレント期間も必ず終わりがあります。その終わりを告げる前兆やサインを知っておけば、不安を軽減できるでしょう。まず、サイレント期間が終わりを迎える前に、気づきやすいサインとして、夢の中で相手と再会することがあります。夢の中での再会は、終わりが近づいている兆候とみなせます。また、直感が鋭まり、相手の気持ちが感じやすくなることもあります。さらに、自分の周りに縁起の良い出来事やサインが現れることもあります。これは、ツインレイとの再会が近づいていることを示唆しています。例えば、特定の数字や共通のシンボルが現れることがあります。大切なのは、焦らずに自分自身と向き合い、ネガティブな感情に流されないことです。サイレント期間は成長や学びの時期でもあります。相手との再会が待ち遠しい気持ちはわかりますが、焦らずに未来を楽しみにしてください。期間が終われば、新たなステージに進むことができ、より深い結びつきを感じられるでしょう。サイレント期間の始まり。ツインレイのサイレント期間は、一般的には男性が突然別れを告げることから始まることがよくあります。この期間は、お互いに連絡が途絶え、距離が生まれる時期です。サイレント期間に入るサインとして、お互いの間に小さな言い争いや、価値観のすれ違いが増えることが挙げられます。些細なことから口論になり、仲直りが難しくなります。ツインレイであると確信していたにもかかわらず、突然の別れの決断に疑問や不安が生まれることもあります。喧嘩や連絡の減少によって関係性が不安定になり、一方が独り立ちしようとする動きが見られることもあります。不安感が強まる中、未来に対する悲観的な考えが浮かぶことも、ツインレイとしての絆に対する疑念が芽生え、不安を感じてしまいます。この期間では、ランナー離れる方は距離を置き、連絡を断ちたくなる傾向があります。一方で、チェイサーを追いかける方は相手に執着し、連絡を求めることが増えるかもしれません。精神的な不安が高まる中、不健康な行動に走ることも、過度な飲食やギャンブルに走る場合もあるようです。言葉で表せない不安が増すと、サイレント期間の始まりかもしれません。ツインレイ関係とカルマの法則とは、少し難しい話ですので、ツインレイ関係とカルマの法則について、わかりやすくお伝えします。カルマの法則は、いわば因果応報の法則。自分の行動や心が、それに応じた結果として返ってくる仕組みです。善悪に関わらず、自分がどんな行動や思考をするかが、そのまま自分に返ってくると考えられています。この法則は、行為や所作だけでなく、内面の意思にも影響を及ぼします。ゲイダ哲学では、見返りを求めない無償の愛に基づく行いが、宇宙原理に近づくとされています。生が個人我の欲望から解放され、純粋な愛による行動が、カルマを超越し成長と進化を促進するのです。ツインレイ関係は、特別な関係であり、魂の成長と浄化を促進するものとされています。二人が出会うことで、魂が持つポジティブな経験や、ネガティブなカルマの浄化が始まります。この関係は、最終的には、カルマの浄化を通じて魂の統合を果たし、宇宙原理であるワンネスに気づくための、神聖な旅路なのです。生まれつきの魂の違いから来るカルマは、それぞれの人生を運命づけます。例えば、人を信頼できないといったカルマを持つ人は、人との関係を避けがちになることがあります。人を傷つけることで、逃げるカルマを抱える人は、他者に対して攻撃的になる傾向があるでしょう。これらのカルマは、個々の人の行動や性格に大きな影響を与えます。ツイン霊関係は、魂が前世から持ち越してきたカルマを解消し、成長させるための特別な機会。二人が出会うことで、大きな変化が訪れるのは、そのためです。それぞれのカルマが絡む中で、二人は、お互いの成長と浄化をサポートし合い、魂の統合へと進んでいくのです。ツイン霊関係で、カルマを浄化する方法。ツイン霊関係においてカルマを浄化する方法は、自分自身の成長と魂の浄化が鍵となります。まず第一に、自分を知り、成長することが大切です。過去の経験やトラウマ、制限から解放され、ポジティブな変化をもたらすために、日々の学びや経験を大切にしましょう。カルマ浄化は愛に基づいています。自分自身と向き合い、過去の過ちや誤解を受け入れ、許すことが重要です。相手に対しても、深い理解と無償の愛を抱きましょう。過去の経験や、カルマを感謝の気持ちで受け入れ、成長の機会と捉えることが、ポジティブなエネルギーを生み出します。サイレント期間も大切な時間です。離れ離れになっていても、エーテルコードを通じて、魂同士がコミュニケーションを取ることが可能です。感情や思いを共有し、お互いの心を開くことで、深い結びつきが生まれます。感謝の意識を持つことも重要で、お互いの存在を大切にし、成長への導き手として、感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。自己愛の向上も、カルマ浄化に寄与します。自分を大切にし、尊重することが相手への愛につながります。これによって、エネルギーの循環が良い方向に変わり、高い振動数の愛が生まれます。これらの方法を組み合わせ、ツイン霊同士は、お互いの成長と浄化を促進し、カルマの影響を和らげていくことができます。魂の成長を最優先にし、愛と理解を深めることで、サイレント期間がより豊かなものに変わるでしょう。このカルマを解消した後に、サイレント期間の終わりが来ます。その間近には、終了を告げるサインや前兆があると言われています。カルマを解消し、サイレント期間終わりの合図を知ることで、大体の終了時期を予測することができますので、ぜひチェックしてみてください。見返りのない無償の愛を持てるようになる。ツイン霊同士の関係では、サイレント期間が終わると、見返りを求めない無償の愛が芽生えることがあります。この変化は、お互いの魂がより深く結びついた証拠となります。見返りを求めない愛が育むと、サイレント期間中でさえも、相手の幸福を心から願うことができるでしょう。この心の変化は、ツイン霊同士の関係が新しいステージに進展し、統合への一歩が確実に近づいていることを示しています。この期間において、お互いに対する無償の愛を持ち、成長し合うことが重要です。見返りを求めず、相手の幸せを願い、自らも成長することで、関係性はより深まることでしょう。統合をサポートする協力者が現れる。ツイン霊同士の関係では、サイレント期間が終わると、見返りを求めない無償の愛が芽生えることがあります。この変化は、お互いの魂がより深く結びついた証拠となります。見返りを求めない愛が育むと、サイレント期間中でさえも、相手の幸福を心から願うことができるでしょう。この心の変化は、ツイン霊同士の関係が新しいステージに進展し、統合への一歩が確実に近づいていることを示しています。この期間において、お互いに対する無償の愛を持ち、成長し合うことが重要です。見返りを求めず、相手の幸せを願い、自らも成長することで、関係性はより深まることでしょう。ツイン霊以外からモテるようになる。ツイン霊以外からの注目や好意が増え、モテるようになることは、サイレント期間が終わりに近づいている重要な兆しの一つです。他の人たちから関心を寄せられるようになるのは、あなたの魂が成長し、自信と魅力が増しているからです。この変化は、ツイン霊関係における自己成長の成果であり、精神的にも自立できるようになったことを示しています。人としての成熟が進んだことは、ツイン霊との再会に向けて、しっかりと準備が整ったサインと言えます。これは新たなステージに進むための準備であり、ポジティブな未来に向けた重要な段階です。大事なものが壊れたりなくしたりする、大切なものが壊れたりなくなったりすることは、サイレント期間が終わりを告げる際に起こることがあります。大切なものを失うことは、新しいものがやってくるサインとも捉えられます。ツイン霊関係においては、サイレント期間が明け、ツイン霊があなたの元に戻ってくる可能性が高まっていることを示唆しています。お気に入りのものを失うのは悲しい経験かもしれませんが、これは新たな始まりや成長の機会を意味しています。ツイン霊との再会に向けて、前向きな気持ちでこれらの変化を受け入れ、未来に期待しましょう。最後に、ツイン霊のサイレント期間が終了する合図について解説します。ツイン霊のサイレント期間が終わりに近づか、新たなステージに進むことを示す、明確な合図が現れるでしょう。ツイン霊からの連絡。サイレント期間の終わりにツイン霊からの連絡があると、これは大きな合図となります。この連絡は、お互いがサイレント期間を超え、統合に向けて進む準備が整った証です。偶然ではなく、お互いの魂が引き寄せ合っていることの表れであり、新たなステージへの移行を余儀しています。偶然の再会。サイレント期間が終了すると、ツイン霊と偶然再会することがあります。これは、潜在意識がお互いを引き寄せている証拠であり、魂が新たな発展を求めている兆しです。偶然の再会後、二人は、まるで運命的なシナリオに従って、再び結ばれることでしょう。共通の友人や協力者を介した連絡。サイレント期間の終了は、共通の友人や協力者を介して、ツイン霊との連絡が実現することもあります。協力者の存在は統合を支援しており、サイレント期間がスムーズに終了し、再会が実現するサインです。この協力者は、再会後も、統合のプロセスを優しくサポートしてくれることでしょう。ツイン霊のサイレント期間が終わる前兆と、カルマについてを詳しくご紹介しました。ツイン霊のサイレント期間は、辛く寂しく、統合できるか不安になることもあるかもしれません。サイレント期間が終わる前兆や合図に気づいたら、それをポジティブな変化のサインと捉えてください。焦らずに今に集中し、自分自身の成長に努めることが、ツイン霊関係とのステージ上昇につながります。サイレント期間の終わりを信じて、前に進みましょう。あなたの努力は、必ず実を結ぶはずですよ。